はい、皆さん、こんにちは。ジェイセンティ・グレゴリー・ソリムですね。いつも、ご覧いただいて感謝ですね。今日は非常に、懐かしい仲間がジョインしてくれてますんで、長野県の新井慎介先生ですね。お久しはい、こんにちは。ぶり。こんにちは。この間ちょうど、8月でしたこっね。ちでお会いできて、私たちの志賀高原での合宿にも、たくさんいろんな宿のご提案いただいて助かりました。10年ぶりぐらいですね、の再会だったんで、あ、僕が10年ぶりはちょうど。私たちがこれでちょうど、宇宙の映画、シリーですね、スティーブン・グリー博士の初めての映画作品を大きな会場で、中野で、初日本上映会だったんで、それからもおかげで2年ぐらいのね、上映ツアーが続いて、たくさんもう何千人もの、そういう、学生のサポートとか、大事な情報に届けられました。ありがとうございました。いや、とんでもない。それから、もちろん、九州ツアーにご合流したり、本当に、また、先生のご紹介で、一時期、福岡のメンバーもうちのスタッフになったりね、すごい、本当に、もうたくさん、やっぱり宇宙ファミリーっていうふうに私も思っております。ところで今回本当に久しぶりに、コラボイベントも決まった上で、皆さんちょっと、こういう対談ね、ぜひ、先生、あれですよ、どういう存在なのか、ちょっと、どういう活動してるのかっていう、ちょっとぜひ、シェアしたかったんで、ちょっと簡単な自己紹介お願いします。簡単、私は昭和32年生まれです。今、この家で生まれた男です。まあ、一応大学は外国語をやって、その後商社に行きまして、でちょうど今、中国がね、改革開放していく、始まったばかりの時に、本当に送られちゃったんだけど、それ以来、世界の構造の中で中国がどのようになるかってことも、考えてたし、それからやはり日本っていう国が、私たちが教科書を教えられてたね、神武天皇が実在だとか、というのじゃなくて、地球は一つだから、その中で、日本だけが特別なんだろうかっていうね、もっと言うと逆に日本を特別と思わせる力あるんじゃないかとかってこともあります。そしてやはりね、人類ってことを考えていると、地球外生命体と地球における生命との関係っていうのは、どうやってあるのかなってことをずっと考えている男で、で、私のライフワークとしては、二つかな、大きく分けて。日本に、縄文時代の、感性のところに、どのように僕らが発展してきて、で、あとは最終的には、天皇っていうかね、王権を持ったかが一つです。これをはっきりさせないと、僕らは、なんか神話の中のごちゃごちゃの中にいるまんまで、現実が見えなくなっちゃうんじゃないかな、が一つです。それからもう一つあるとするとね、やはり僕らが物事を捉えるときに、文字で書かれたり、権力者とか、特に権威者がね、言ったら、それを覚えることで僕ら勉強したと思ってるんだけど、それは多くのある事実の中の、彼らにとって都合のいいものを、お前らこの通り覚えろよと。で、この通りやれば、君たちに待遇をあげるし、もっと僕は最近、皮肉のたっぷりで言うんだけど、高級な、動物園の檻に入れてあげるから、3食昼寝席でみんな与えてあげるから、俺の言うのを聞けよっていう、こういう知性が固められすぎたんじゃないかなと。じゃあ、それから脱却するにはどうしたらいいのかっていうね、これをずっと追ってる人間です。はい、ということです。ありがとうございます。名刺にはおそらく古代文明アナリストっていうね、すごいかっこいい、肩書古き。代だけじゃなくて、文明アナリストと書いております。はい。もう本当に幅広い範囲で、もう今すでに話し始まると、後ろにメモが書いてるよりも、とにかくあ、こ情れ報ね。量がすごくて、古代と、やっぱりすり替えられてる歴史のね、事実を明かす、ね、そう、日本の場合は大きく分けて2段階ですり替えられてるんですよ。一つは聖徳太子の頃から、初めて日本っていう名前をもらったね、702年の則天武后さんの頃、この時にもガラッと変わるし、さらに近代化に始まった時に、明治維新なんですけど、この頃にも大きな、日本列島の民は特別なんだぞって物語を刷り込み続けてるのが日本なんで、それを、そのところ、それはいわば、よく皆さん、カゴメ歌ったんじゃないですか。カゴメからいつからでやるっていうね。そういうふうに、カゴの中に入れられちゃってる状態なんで、意識が。それどうやったら出れるかってことを、追いかけてる男です。
そして、ありがとうございます。そして、この間、実は、私たち今回のコラボはもう、その当時ね、10年前からもう予測してて、たくさんいろんな場所、私もね、何度もね、先生の家行ったり、中野に訪問してたんだけども、縄文博物館もあって、そこも実際にグラウンドもかなりコンタクトワークにもすごい適してて、高台から見下ろす温泉とかもすごい、長野の自然もね、すごくて、実はご家族もリンゴが海を関わってたですね。いや、僕が生まれた時は、この家は、うちの家はね、付近の農家にリンゴ農家たくさんいるんで、それを集めて市場に出荷する、リンゴ問屋さんだったんです。だから、ここら辺の、果物が、とか、まあ、最近ではね、それ以外に、キノコとかブドウも多いんですけどね。そういう場所ですね。ところが、そういう、まあ、ちょっと話、飛ばしますけど、今年はね、もう、中野って言えばね、中野サンプラザとか、東京の中野。東京の中野で。思い出します。信州中野っていうのは、今回、ニュースでもね、飛び散って、そうなんだよ、5月25日。とんでもない犯罪の増幅の中で、この美しい仲間で、とんでもない殺人事件が、青木、政治家の青木さんの息子が、それをちょっとどうですか、地元人として見て。いや、もう単純に言うとね、もう一言で切なくいいって言って、あまり語らなくなっちゃったんだけど、恐ろしいことが2つありまして、実は今年の4月から、この中野の警察署長も次長も、そしてあの時に、まあ、実際命を落とした2人の警察官も、それまで中野市にはいなかった方なんですよ。そういう時になぜあの事件が起きちゃったのっていう話と、あの時の犯人っていう方は、まあ、とにかくね、高校時代までは、運動良かったんだけどね、大学受験にちょっと思いとく入れなかったのかな。その後に、だんだんですね、東京の行っても友達ができなくてっていう中で、まあ、一方、お父さんは、まあ、権力、市会議員からね、議長、お母さんビジネスで大成功していくっていう中で、まあ、すごくご両親はですね、育て方間違えたんじゃないかななんていう話があったんですよ。それが事件の3ヶ月後にテレビ放映されたんですが、その頃ぐらいに恐ろしいことに、あの時のお母さんがね、もう悲しみあたり、自分でね、こう、命を落としちゃって、噂が広がっちゃってね、いや、驚いちゃってね、で僕が確かめに来ました、なんだかんだで。ね、僕ね、今回ね、皆さんにもね、ぜひね、知ってもらえたら、それ、デマでした。だからね、今の時代っていうのは、YouTube に限らず SNS ですね。これは、出どころがわかんないし、意図してインチキ情報を流す人もいるしね。で、こんな小さな街なんだけど、本当に、よっぽど親しくないと確認できないんですよ。そういう中で、こういう情報操作がすでにあるっていうことで、身をもって体験した次第ですね。まあ、とにかくこの町はそういう意味じゃ、もともとね、縄文時代からとにかく豊かでした。食べ物たくさんありました。栗もあったし、例えば奈良町にはですね、ここら辺まで鮭が上がってきたんですよ。で、鮭をやったり、それから今でいう ルパーブですね。まあ、中国で大きな黄色とか大王とかね、これ奈良町に届けたりっていう歴史もありましたし、あとはここら辺は、まあ皆さん今回来てくれればですね、近くご案内しますけども、人心の乱って皆さんご存知かしら。天地と天武っていうかね、いや大天の巫女と、それから中野家か、この2人のは、まあ、まあ対決っていうか、その子、なんか息子の方が対決しちゃうっていう、あの時に、竹地と巫女っていうのが、いっぱい馬を出していくんだけどね、その馬を育てた場所がここら辺なんですよ。だから縄文からの流れもあるし、日本が、人心の乱っていうすごい戦いがあった時のこの舞台なんだけど、ここに来ていただくとですね、本当に日本史のね、教科書では隠しているところがみんな見えるんです。まあ、ぜひ。イメージしたけど、ぜひ、それね、やっぱりもう歴史的にはたくさん、やっぱり関わってることも、ポイントが多くて、はい、位置的には、白馬からも、車で40分ぐらいで、あと、北陸新幹線の飯山駅ですね、今ちょうどこの、福井の、福井の敦賀まで、敦賀まで延長するんですけど、そうですね、宮古とか新潟県も近いですよね。近いですね。で、もう大自然で、この間の志賀高原のコンタクトもすごく、もう本当に地場で、大地のパワーだけでも圧倒されて、もう、自動的にグラウンディングと開放が行う場所ですね。これはね、まあ、今までこう、翡翠文明とか、布亀姫とか、ありとらゆる面白い、浦新島とか、普段知られてない日本の、
古代文明の話が研究されて、今、現在ですね、例えば、ベテランのアナリストとして覚えている中で、コロナパンデミックのビフォーとアフターの我々のこの業種が大幅に結構変わってる、進化してると思いますね。どうですか、その昔の講演活動と、昔の講演活動と今に比べて、なんか大きな変化ありますか？コロナからそれに続くこのチクチクですね。これが、うんと悪意を持った人が仕掛けたなんていうふうに思いた、いう人多いんだけど、これね、僕は文明アナリストですから、このまあ、いつ、地上にどういう文明が起きたかで、また、地上に人類に文明を持たした意思があるんじゃないかっていう視点から僕は見るんですが、これまでは国と国が戦争ばっかりしてね、戦いして人取り合戦で、もうそういう時代が終わって、空を見上げようと。で、宇宙を見上げようと。そしてそこが新しい情報をくれてんじゃないかと。で、そちらの方に、地上で芋虫みたいに生きてた状態から、今度、さなぎになって、羽が出てきて、羽化するっていうね、飛翔する。このね、さなぎになった状態、これまでの芋虫状態でみんな喧嘩してたんだけど、一旦終わりにしろっていうのが、あの時の私は、コロナ騒動で、今、さなぎで、これから、次大事ですよ。さなぎから羽が出て飛べる人なのか、相変わらず芋虫のままで折っちゃうのか、相変わらず、さなぎにはなるんだけど、意識が古いまんまでいると宇宙に行けなくて、だって宇宙に行くった時の解放されるはずなのに、過去の地上のね、権力だとかお金だとかね、見栄だとかね、いろいろあるじゃないですか。そちらにこだわってれば、飛べるものが飛べなくなっちゃうよね。これが僕は今回の令和に入ってからの大騒ぎだったと思ってますね。まあ、すごい大事なキーワードもおっしゃってまして、なんかすみませんとかね、その、やっぱりまあ、天に飛べる材料は一応いただいてるけど、それは気づいてるかどうか、あるいは、あと、今までの過去の癖とか、その重りがあんまりにもね、我々がこう、吸着しすぎてちゃって、こう、実際にこう、そこから目を離せるかっていうのはすごい大事な課題ですね。だから、本来宇宙はすごく自由で飛び回ってた意識が一旦、地上に入って人類になって、これまで僕らどん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 文明蓄えてきて、いよいよさ、イモムシが終わってさ、これから本当に羽が出てくるときに、今だから見えないっていうのは実はこれサナギになっちゃってるんですよ。だから次の向こうが見えない人はサナギのままでプシュッとなっちゃうから、相変わらずイモムシでいっぱい欲張りに食べたいっていう人は、そっち意識がないんだからいけないよねって話ですよね。いや、あなたと本当に、ね、一番最初、シリウスの映画やろうって言って、一番賛同してくれて、あれからもう10年ちょっとなんだけど、本当に、いや、面白くてね、しかもなんとね、この、まあ、近くに高い社でね、高社山って山があるでしょ。高社山っていうのはね、実は古代の、ヘブライの人たちが、天の生き方に、いかにして叶った生き方するかっていうね、天の生き方叶うことのやり方っていうのは、ヘブライ語で、校舎って言うんですよ。ちゃんとウィキにも書いてありますよ。校舎を学ぶ場所が、実は、この山のふもとだった。で、校舎の生き方を学ぶ集会場のことを、実はシナゴーグって言います。で、こういうシナゴーグがいっぱいある野原だがね、っていうのが、実は、長野県のこと言うシナノの本当の語源です。シナノね、それ本当にシナゴーグはシナゴーグでね、要するにユダヤ人の教会ですけど、はい、なんか教会のような集まる場所だけど。まあ、建物はなかったけどね、古代はね。だから、そういうのに対して権力者側が、本当に個人が目覚めて宇宙の方に行ってもらっちゃ困るから、あくまでも自分が仕掛けたこの檻だとか、この籠の中に入れときたいじゃないですか。で、それが、まあ、人々を縛る法律だったり、まだ、他人よか上になりたいって気持ちだったり、そういうものなんですね。で、それの中で、自分は金持ちだ、お前貧乏人だ、お前何も知らない、お前受験勉強できない、俺できるぜっていう中で、まあ、今、平たい言葉で、マウント取りたがる。こう、で、あとは自分が変に劣等感になっちゃう。で、そういう中で、彼らが言ってることだから、嘘言ってんじゃんって見つけるところでギャーッと反応したりして、で、一方、この古代からのこと、いろんなまた情報ありますから、俺の方が知ってるってことで、ね、威張り合っちゃうってね、こういうすごい紛糾した状態が今じゃないんですか。で、それを今度払わなきゃならないよね。まあそういう意味では今度、またあなたと久しぶりね、10年会ってね、10年経ってね、で、また、このグレア博士の映画をまた見るっていうことは、本当に僕は
貴重だなって、やんなきゃなんないことだよね。ありがとうございますね。今度フリーエネルギーのね、今までこうあのテスラ博士のドキュメンタリーとテスラのドキュメンタリーがあったり、あのちょびっとスライブでね、その、 あの 古代文明とかその幾何学あの物理とフリーエネルギーは多少は出たんだけど、今回世界初めてもうフリーエネルギーの内容を全面的に出せるんだ。特集作なんでめっちゃ楽しみ。すごいね。今だから今回のあのほら、あの化石燃料とそれからあとは放射能の問題なんかもそれが出てくると解決しちゃうからさ。でもそれを使った方が、はい、あの権力が高まったりとかね、それでお金取りたい人にしてみればそういうのがないっていう情報にしたいし、真実言ってる人に対して要するにコンフュージングね、混乱させたいわけでしょ。だからそれで惑わされちゃう人が多いんかな。はい、まあ、それじゃあなたとはね本当にね、あの地球外生命体との情報もそうなんだけど、何が本当で何が、ね、宇宙人語りながら結局エンターテインメントして儲けたいだけの人なのかっていうね、この区別はね したいですね。これ全てですね。これは我々がもう10年のもうブランほぼ10年のブランク空いてても意見があの姿勢が一切変わってない、ね、変わってないっていうかね、よりねこのあのインチキっていうか、まあ、インチキっていうかね、まあ、それぞれ真剣かもしれないけどさ、よくよく見てたらあのリアルで本当に研究してる人のことを、あるいは無視っていうか、そこだけつまんでね、自分で勝手なこと言ってる人が結構いちゃって、うん。だから、で、またそういう人に限って、またうまくメディア使ったり、お金取りたいっていうのみんな寄ってくるから、それに惑わされちゃう方も多いんでしょうね。はい。それ特にまあ YouTube なりね、いろんな便利の手段が増えたけど、ちょっとリサーチャーね、本当に研究家とか学者的なルーツがもう全部を取っ払って、あの、消えている状態で、非常にそのベースがなくなってるのが、あの、本当に怖いですね。いや、だから、本当ね、あの、YouTube もそうなんだけど、あの、最初のね、あの、オリジンのね、情報源誰ですかっていう話なんですよ。これみんなぼやかしてくんです。じゃあ僕、冒頭ね、うちの田舎であったこの変な事件が起きちゃったんだけど、その後あの時のお母さんが亡くなったなんて、ね、全くデマだったんだけど、それが一気に広がっちゃったからね。で、同じようなことがね、いろんな場面で広がってんじゃないかと。で、特に、あの、まあ、あの、ほら、本当かどうかはどうでもいいんだと。ね、人気さえ取れればいいんだというね、あれはインフルエンサーになってアクセス数なんて、ね、取れればそれが真実だみたいに思っちゃう方いるじゃん。で結構本物やるっていうのは僕ら慎重にやんなきゃなんないから、あの、結構なんていうかな、面倒だし厳しい条件なんですよ。で、そんなことついてこないじゃん。とにかく結果だけ欲しい人に対して結果は面白ければいいっていうのにね、答えようとすると、そういうふうにもうなっちゃう人いるのかなって話になっちゃうね。これで英語であの、Vanity Metrics っていうあの、自己満、自分の数字を上がってるのは自己満のために見るっていう、あの、自己顕示欲っていうか、うん、その、やっぱりまあ数字、なんか、そういう全クリック数とか閲覧数のあれで非常にみんなの意識、インフルエンサーの心はだいぶ、あの、何、あの、操作されるし、なんか、非常にこういう、別の手で、あの、このテクノロジーを使って、AI とかね、Google、Facebook、このメタも非常にまた新たな奇妙なあの、巧みがね、できて、あの、仕組みができて、あの、あれも、これもやっぱり、あの、テレビと同じようなカリフリだったんで、今ならわかりますね。そうね。いや、だから、ところが、あの、はい、話が長くなるけど、あの、トランプ現象とか、Q アノンもね、もちろん先生も、あの、いろんなその、ファンがあの重なって、いろんな人をね、あの今までの情報と今あのコロナの中の出てくる情報が、まあ、両方あの同時に出会ってることあの方が結構、要するにあの新しいあの読者さんとか新しいファンがね、あのそれぞれの活動者についたと思うんで、それはどうですか、体験として、あの講演活動でお会いした方とか、あるいはちょっとなんかあのこういうあのベースのない新しい方々との、あの、衝突もあったそうです。なんか一言ありました？なんかそういう。いや、もう、あの、あまり言えると、もう、たまっても出したくなっちゃうから抑えなきゃなんないんだけど、あのね、うんと簡単に言うとね、いい本が売れるんじゃなくて、売れる本がいい本だなんてなっちゃった時があるんですよ。ちょうど今から30年、まあ、令和にやってからですね。令和じゃない、平成になってからですね。それからもうおかしくなっちゃって、だから、あの、みんなが知ってるか、みんなが知ってたならば、それが真実だっていうか、もしかしたら、巨大な勢力が、あの、みんなすり込んでね、大きな虚像を作ったんじゃないのって、フェイクを作っ
作ってた可能性があるんで、だけど、本当に僕は繰り返し言うけど、この地上に人類が生まれて文明を持ったっていうね、あれ持たした情報体があるわけだよね。だから、その人の、まあ、意思もあるだろうし、どうやって僕らがこの地上でこうやって 文明を作ってきて、最後はどこに行くのかっていうね、このどこに行くかっていう、この地上から宇宙に行くときの大転換ね、僕はこれが本当のグレートリセットだと思ってるんですけどね。もちろんたくさんの大事な話題とか本当にあの時代性もあったんだけど、キワノン現象でもやっぱりだんだんあの途中でこう劣化して、非常にそれを利用して応募してる人もたくさん出たし、あとはやっぱりおっしゃった通り、あのすごく感じるね、あの 本の出版については日本をね、面白いのがあのアメリカじゃ許されない内容を逆に簡単に本になっちゃうのがすごいんだけど、それであのその暗黒面があの売れるものがいい本になったっていうか、そのそれは非常に危険だね、もうすごい。あのもうそれを言うんだったらね、皆さん、まあ、このサリバンさんの周りの人は、ね、とにかく感覚は鋭いです。感覚鋭いんだけど、皆さん、鋭い人の横に全然鋭くない人がいっぱいいてね、多分相当心の中で苦しんでらっしゃると思うんですよ。私もそうでした。でも、それについては一個一個丁寧に紐解いていくしかないんですよ。で、まあ、日本の場合は、近代化の時は、から始まりまして、さらに皆さんご存知だけど、戦後になって、テレビっていうのが、あの、大きな宣伝ツールになりました。まあ、日本では力道山に見れるように、プロレス、ね、それから、まあ、あとはプロ野球ですね。だから、こういうのが広がっちゃってて。で、だから、あの、誰かが解説し、日本語になった瞬間に、実は、うんと世界の、うんと多くのいろんな情報からもう、こう、選ばれちゃってさ、で、これだけを国民に教えとけ、みたいな、それで、うんと意識が構築されちゃってて、そこから抜け出れない人が、うんと多いんですよね。それで言いながら日本の社会っていうのは本当によく回ってます。で、皆さんね、綺麗好きだし、正直者だしで、ちゃんとやるんで、このやり方は世界に広げたいと思ってる人はいます。だけど、じゃあ海外には悪い奴がいて、日本だけが正しいって勝手に思い込みたがる。これまた日本国内の大変な思い上がりなんですが、それも見抜かないと、僕らは地球の全ての人たちと本当は一つになれるんだけどさ。そこをちょっと特化してください。宇宙問題は。宇宙問題はグローバルのことで、あとこの支配層もグローバルで動いてるから、あのそこだけね、あの一個の国のあれだけではちょっとあの物足りないことになりますね。いや、だから先ほどね、僕はあの後者って話もしたし、僕は最近私の方で、ヌラトチャンネルアルファって新井信介見てもらえばいいんですが、僕はあのヤマトって言葉があるんじゃないですか。で、あれがね、縄文時代から日本あったにあったって思うじゃない。これは大間違いで。実は多分、あの、西側、特にダビデ王のぐらいの時代から、僕は何か宇宙的な意味合いを持って入った言葉で、戦いばっかりしてるね、部族を一つにして、で、統一したら平和になるねっていう、こういうことを意味してる言葉じゃないかなと思ってますね。文明ってね、あの、また社会、いろんなカルチャーが混雑してるっていう、いろんな我々が知らない交流も忘れてね、やっぱすごく、あの宇宙を知ることが人類のルーツを思い出すことでもあるよね、私が言う。で、あとは、ね、常に宇宙から見て、僕らの地球はどうなの、あるいは、地球のね、生命たちはどうなの、特に僕はよく言うんだけど、想像と想像ね。だから、イマジネーションの想像と、あと現実になんか物事、クリエーションの想像ね。この二つができるのは、実は地上における生命の中で唯一人類なんですよ。だけど一方でその人類っていうのは迷信を持つんですよ。それから権力者に言われたらそれだけを一生懸命学んじゃって、それと違ってること言ってる人は お前ら偽物だとか来るなみたいな、村外されちゃうと嫌がらかもんだから、とにかく権力者に言いなりだけになっちゃって頭がそれで固まっちゃう。で、これをまたさらにこの頭を固めようとするね、いろんな操作が今始まっちゃってんだよ。だから本当にあのピュアで、まあ、今ね、これから本当ですよ、そこをちゃんと気づかないと、さなぎにまでなっても、そこから先なんだよ、うん。それを本当にあなたと会えてね、ゆっくりお話したいんですよ。あと皆さんですよね。そう、また11月ね、たっぷりで、これでまた、まあ、何度もね、YouTube 作れると思いますけど、ところがね、今回最後ですね、あの、非常にタイムリーで、我々が今日まさに今回の YouTube 収録決まった日に、リンク先生からいただいて、日テレで、あの、この、現代 UFO
情報がちょうど1時間の特番が出てて、今回今話したメディアとその支配層も非常にこれは陰謀論の大事な一部は、やっぱり、まあ、トランプさんもね、トランプのおかげでもね、やっぱりこうフェイクニュースとかそういう概念が非常に広まって、だいぶ主要メディアがいろんな人にこう腐った根元が見え出したんだけども、その中で一番被害を受け続けたのが UFO 問題ですが、そうです、そうよね。この番組に出てたメンバーについてちょっと教えてほしいですね。またちょっと私も。この番組でこの前の日本テレビの番組の話？ムーは、いつ舞台から降りてもらうかって、もうエンターテインメント、オカルトエンターテインメント。無理。ムーは、真実よかも真実らしきものを拾って、それをエンターテインメントにして商品化するのがあの会社だから。だからムーは真実を語っちゃいけない会社なんだよ。語れない会社なんだよ。ここで言うけど、この間、最初の上映会で飛び散った名前、ムーでよく登場してた、アスカ・アキオね、ペンネームだけど、こいつも、結局もう、統一教会のズビズビで、行かれてる気違いで、サバイバリストとかね、そういう、こういう、ハルモゲダンとか、オンシンニキョ、カルチュー教出身の、DS のね、いわゆる日本 DS ですね。日本は、戦後ですね、昭和天皇が人間宣言したでしょ。私は神じゃないと。っていうところから、今の平和憲法になってくるんだけど、それまでは、天皇は、本当の神なんだっていう言葉を刷り込まれてきましたから、皆さん信じるものが目の前の天皇さんだ。でもそれが人間しちゃってから、どこに頼ったらいいのってなくなっちゃった時に、日本にはいっぱい変な宗教団体ができて、しかも宗教法人優遇税制って言って、あそこの名前を借りるとね、寄進すると税金かからない。だからいっぱい持ったら税金を納めるぐらいなら、小さな宗教団体作って、そこの名前でもってやると、うんと豊かになるじゃないっていう。これがね、ものすごい広がっちゃったんです、日本の戦後ね。そういう中で、実は宗教だけじゃなくて、その情報出版界にまでそういうのが入ってきたわけですよね。エンタメ業界もね、だから、非常にまた安倍暗殺、ジャニーズも全部これで同じ。で、安倍暗殺、ジャニーズの問題は、実は日本国内に、僕は日本人として恥ずかしいんだけど、権力者がね、俺の言うことに従えと。従えばお前出世させてあげると儲けさせてあげるっていうね、こういう、もう、猿山の猿みたいなマウントする運動で野蛮な人たちがいましてね、それというところの、同性愛みたいなね、変なのがあるんだけど、それが残っててさ、でもいい加減それを日本人終わりにしようよっていう一つの大きな僕は意思だと思ってます。ああいう問題出ることは、もう、それもう知らないふりできないよね、みんなでも直そうよっていう動きじゃないかって僕は捉えてますけどね。今ふっと思ったけど、 LGBT 分の中でこのジャニーズが出してるのはちょっとこうそういうインパクトを弱むように、だからそういうタイミングになったんじゃないかなって今ふっと思ったね。うん、あるね。で、僕は本当に私自身は実は平等で品扱わなきゃならないって頭でよく分かってますね。よく分かったけど、僕自身は発揮しまして、言うところの同性愛みたいなものは苦手でございます。だから私はコメントもあまりしたくないです。でもそれ以上に、自分が強いからってマウント取るような生き方はしないと決めてるし、そういう人にがある見えるならば僕は近づかないですね、今ね。非常に問題になりやすい話題が一気に、ね、混雑してるね。この枠とか、選挙も、このレースね、うん、黒人問題とか、銃乱射も、これはサイオプス、私が去年言ったのが、サイオプスね、心理戦の同時発心理戦が、マインドウォーね、うん、心理戦争、心理的戦争、市民に対して、ネガティブ側のそのコントロール側の最後のあがきですね。ところが、この、日テレの登場人物で、三上ムーの編集長の存在が、隣に政治家もいたんでね。政治家じゃなくてね、防衛大学出て、で、一時期、中国に駐在武官として、中国の軍事情報を、調べるとかね、そういう向こうの軍関係の人で交流する専門役職にいた人、
彼辞めてから笹川平和対談の研究員として入りまして、でも彼の発想はやはり軍事力が危ないぞってことを言うことばっかだから、まあどっちともするとですね、僕にしてみたらあえて危機煽ったり作り出そうとしてんじゃないかなと思えるような解説が多いんですよね。そうですね。で、私ももう一回見直したら、ところがこのムーンの方が、とにかく日本のオカルト情報とかそういうものを代表する編集長ではなく、DS 側のアジェンダを従って、すり込みを平気で展開する工作員というふうに登場してるわけですね。で、まあ、あなたは彼のことを工作員って言っていい立場よ。僕にしてみれば、彼はあくまでも何でも不思議情報とか怖い情報を商品化する、商人としか思えないんだよな、僕にはね。まあ、そういう、まあ、相乗効果で、テレビでもね、テレビはいろんな層でね、マインコントロールしてるから、そういうふうに彼を利用しながら、彼らもそういう、売名行為はしてるんだろうけども、とにかくもうかなり危険の方向に。でも、その裏側には先ほど言ったけどね、僕ら自身が、地球、そして生命、人類、そして日本列島の日本語っていうね、この中にあってね、なんかすぐにね、権力者に、答えを求めたがね、そういうふうに求めたがるんですよ。自分辛いですよ。なぜ自分ここにいるのとかね、なぜこうなんとか探っていくね。これやるの嫌がってさ、まあ、受験勉強で、とりあえずテスト問題があったら、こういうふうに答え書いときは、とりあえず丸もらえるから、試験は、偏差値70超えればいいぞとかね。こういう発想のままで、とにかく目先の点数だけ取れればいいっていう発想の人が言うと、真実どうなのってことは見なくなっちゃう。はいはい、だからここが一番怖いし、そういう中で、まあ、さっき言いましたし、とりあえず納得できる、テレビで解説する、人気が取れるって言ったならばいいっていうね、こういう中にいると、頭が、でしかもどんどんさらに今度プラスでさ、俺さっき言ったけど、脳の中で一番大事な場所が、ここに、ここにね、第三の目があって、この奥の真ん中のところに、松の消化体っていうね、一番重要なところがあって、これ直感とかひらめきとか思いやりの一番ポイントなんだけど、これが本当に生きてる命の情報を取れるんだけど、この消化体の周りのところがどんどんですね、コンクリートとか石灰化しちゃってさ、響かない人間になっちゃってるんだよ。響かないと、うんと分かりやすいね、数字で儲かるか損するかとか、あれがよくみんなに知られてるとかね、それだけのところしか物事判断力ない人が増えちゃったらさ、もうそれこそ、だからさなぎのまんま頭が脳が死んじゃうかもしれないんだよ。いやもう、ブレイン脳のトレーニングとか、そのとにかく宇宙意識をの、良さを、まあ皆さん導入、そういう情報レベルを超えてね、別のスピリチュアリティに今度本当にアクセスしないといけないな。いや、しかもそういうのに関して、ね、外側からね、こういう外側からね、まあ、まさにこういう誘惑情報来るわけですよ。成功したいの、お金持ちになりたいのみたいな。これも言えば見えない、まあ、エネルギー体の中で、まあ、英語でさ、生きるって字、あるいはライブっていうじゃない。L-I-V-E。反対から読むとイービルになるじゃん。ああ、イービルね。はい、イービルね。ライブとイービルって反対なんだよ。だから、闇の世界は反対のものが多い。イービルなんだよ。うん。だからみんなそれで、なんとか生きてるっていうのは僕一人じゃなくてみんな繋がってきてるからさ。じゃなくて、自分が一人になってて、なんとか突破したいなんて思ってるうちに、そういうのにこのささやきが来ちゃうわけだよ。ささやきでしかも一人であればあるほど、そのささやきだとかネット上で映されてる自分が強いぞっていうこの戦闘ゲームみたいなバカやっちゃったりとかしてて、あるいは、漫画の強い刺激のとこだけが情報源みたいになっちゃったらね、それもまずい。それはそういうのは本当山歩いたり神社行ったり滝行したりいろんな行があるし、まあそれが主権道っていうのがあるし、まあ、同じようなことは実は世界中の各手のね、各社って言うんだけどね、目覚めた人って言ってもいいんだけどさ、まあ、シータマ、ゴーダマ・シッダルタ、ブッダにしても、イエス・インマニュエルにしてもね、まあ、人間イエスですよ。で、そこにしても必ずね、この宇宙を作ってる、このつながろうとかね、直感でやろうとかっていうのがあるんですよね。それに対し、書かれたテキストね、テキストが全てだというふうに刷り込まれちゃうと、どんどん頭がね、脳みそが死んでっちゃうんだよ。石灰化しちゃうんだよ。で、これをね、突破できるかどうかがまさに今のね、さなぎの人間が、羽が生えるか羽が生えるか違いなんだよ。で、今回は映画を見るし、あなたと一緒に僕がお勧めするこの辺の
高野山の周りも行くし、で、さらに今回はあなたと先ほど話したけど、うん、普通ね、長野県に来てね、皆さんね、水上山と戸隠はよく行くんだ、UFO の研究者は。有名なスポットね。もう、でももうそれ僕に言わせたら、もうね、人によってはね、手垢がつきすぎたって言ったもんね。本当に手垢がつきすぎた。いろんな人が入ってね。で、わけのわからない自分で行をやったり、いろんなことやる人もいるんだけど、それはそれでいいですよ。僕、非難しないよ。それによって救われる方もいらっしゃるんだから、悪いとか、質が悪いなんて言いませんよ。言えませんよ。一生懸命なんだから。ただ、今回は、うん、特別な神社、ご案内します。はい。ここはすごいところですよ。さっきやっと決まったね。結構、どこに巡るかの長野県本当に広いから、いろんな候補あったね。10箇所以上の候補あったけど、今やった。あるけどさ、長野県来ても、わざわざ、例えば東京とか京都からね、新幹線で来た、あるいは車で高速道で来ました。善光寺行きました。戸隠も行った。奥様で行った。みなかみ山上がった。とかね。上高地も行きました。言うじゃん。でもそういう人も行ったことない神社あるんだ。実は歴史的にものすごく強い。縄文からの精神を伝えて、そこのところに、例えばあの例の、縄文の精神、私忘れないですよっていう、あの、旧帝華人だった柿の元の人丸が来て、歌を詠んだ神社があるんですよ。名前言っちゃうこれ。皆さんに。いい？まあ、そう、あの、まあ、いや、とにかくあの、サリバンさん案内出すんですから、そこのところ、今回は、二日目ですね。あの、点しましょう。タングゼールで下手を話して。案内ページに出てます。はい。で、それで次の日、その後、この野尻湖回って、で、その後、まあ、あの、私のこの、千曲川水系のね、重要な山が高所山で、まあ、それよく見える、中野植物館もありますけど、その後に、スノーモンキー行くよかもこっちだろうってことさっき話してさ、いや、これ行ったらね、うん、行った人は、あの心の中で一番的にお前知らないだろ、素の人知らないからさ、秋の紅葉シーズンプラスあのこういうディープの部門で、もうしかもまあ冬はもう12月入ったら2メートル雪降っちゃうからいけないんだけどさ、その直前だよね。まあ、ぜひまあ入り口までご案内しますから、次の日は皆さん個人で行って、あの戸隠の奥社に行くよか、もうそのなんとか神社の奥社の方がよっぽどすごいから、いや、もう、どんどん掘り下げても掘り下げても、日本のこういう穴場とか、あの、歴史的なスポットもたまらないですね、もうすごい、はい。あとは、まあ、あの、地球外とのね、あの、コンタクトっていう点では、本当、まあ、皆さん、みなかみ山とか、あるいは、あの、石川県の白衣とか、あの辺が多いなんて言うけどさ、いや、僕は違う。見せかけ多いですね、もう、白衣だって DS の高野もいるしね、もう本当に全く、これまた困ったもんで。そして、あの、まあ、そういうことで、あの、じゃあ、最後も、あの、まあ、実はね、あの、秋元神社ね、昔、当時って言えばね、もう、あの、そう当時ツアーも九州で昔から荒井先生もやってるし、もう、あれもすごい神社ね、秋元はね。当時も、あの、今、皆さんが大体、今、共通してる話題も、もうすでに通りかかってる状態で、その次のフェーズに入ってるんで、今度じゃあ、まあ、でも、あの、地球外攻めていく、こういう、あの、いいディスクロージャー情報が今度でも同時に動いてると思うんで、まあ、最後、なんか、今年にコロナ乗り越えて、あの、なんか、来年また選挙は。来年というかね、今年は本当に、あの、これまでの、あの、世界の基軸通貨になったね、米ドルが、まあ、あの、過剰信用になっちゃってね。で、もう、新しい通貨を作る、通貨システムを作ろうって動きに入ってるわけですよ。でも、アメリカが、あの、まあ、CIA があるように、俺の言うこと、金つけるけど俺の言うことになるよっていう、もう乱暴が多すぎたんだけど、もうそれごめんだっていうのに、グローバルサウスっていうかね、それからあとは、あの、アフリカとか、まあ、いろんな国が入ってる中で、じゃあ、本当に自然と一体になって、人を裏切らないし、そういういい関係性の中で、どうやったらみんなが豊かになれて、なおかつ、地球外の人とも柔らかく、普通に交流できるような文明っていうかね、体系、それ誰が作れるのって話なんですよ。僕は、あの、ズバリ言います。あの、アメリカのグレア博士みたいに本当にね、フリーエネルギーだとか地球外のことコンタクトしてるし、しかも、そういう人たち、まあ、日本列島の形って、ほら、あの、世界地図の縮図みたいな形でしょ。だから、あの、縄文時代からね、やっぱりいろんなコンタクトしている、その形跡なり、未だにその感覚持ってる人が結構いらっしゃるんですよ。で、僕らがじゃあ、どうやって指導的立場になる、指導的っていうかね、そんな威張るわけじゃないよ。
小さくてもいいからみんなのお手本になるようなあの関係性をね作り出していくのが僕は先じゃないかなっていう。だから あなたと私が10年前出会ったっていうのはそういう意味かななんて今勝手に思ってるよ。小さな勲章。変わるよってやっと本当にすごい大きく変わったからもう今別に。だけど本当に変わるからさ、あの根っこだけ動かしてもダメでさ、当然表面にいる人もいるじゃない。あれも全部ちょぼちょぼ変えていかなきゃなんないじゃない。表面でとりあえず地位とか名誉とかお金持ってる人たちは譲りたくないじゃない。最後の最後までね。はい、もうね。根深いですね、本当に。うん、じゃあ、もうそれで今度またぜひ、あの、情報交換、意見交換しながら、はい、あの、11月18日、はい、19日のね、2日間。19日ですよね。これでもね、まあ、あの、直売所だとか、お風呂だとか、そういう情報も僕は、あの、ありますし、あの、来た皆さんには、あの、いろいろ教えます。はい。僕らもね、徹底的にエリアも下見、今回ちょっとコンタクトワークはないけど、温泉からも自然に宇宙船もいっぱい覚えています。あの、長野、アレンさんと一緒に露天風呂入って、無音の花火見て、もう結構宇宙、そういういろんな現象をあの体験しました、一緒にね。はい、覚えてます。はい、ありがとうございます。今日も、はい、あの、今日ね、本当、あの、あなたの、あの、仲間っていうかね、あなたの、のところについてくるね、あの、まあ、フェローでもないやな、で、コリーグっていうのなんていうかな、仲間たちだよね。同士ね。同士ね。で、だから、繰り返しますよ。僕ね、好きな歌は、あの、月の眉っていう歌があったでしょ。人7回生まれ変わるってね、で、最後跳ね飛ぶよっていうね、はい。あれがいよいよね、ほんとね、みんな感じたと思うけどね、さなぎになってくんだよ。だから、この状態で希望がないと思うのは、芋虫状態の意識のままだと希望がなく見えるんだけど、違うでしょっていうね、それ超えることが、まあ、今回あなたともう一度会って、上映会やるのはその意味かなと思ってますね、僕はね。その時もよろしくお願いしますね。はい、ありがとう。はい、また、僕、はい、アンドレス、新井慎介先生に感謝ですね。また YouTube の皆さん、あのチェックしてください。また私の方のヌナトチャンネルアルファも見てください。今後もあの下の概要欄に貼ってきます。はい、ありがとう。では、今日は、はい、じゃあまたね、はい。またお会いしましょう。感謝です。失礼します。